こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今日はですね、この TCM っていうモノラルですね、モノラルのテープレコーダーなんですけど、これソニーのね、これがね、名前がね、ここ書いてある、ね、TCM-IC100 って書いてありますね。はい、これはね、2005年なんで、多分ね、これね、テープレコーダー、ソニーの、ウォークマンタイプのね、ポータブルの、テープレコーダーの最後の機種じゃないかなと思います。ウォークマンではね、WM-651 っていうのが最後のね、カセットウォークマンなんですけど、それもね、2005年ぐらいなんで、多分一番最後の方に作られた、テープレコーダーですね。はい、TCM なので、モノラルです。モノラルで、これちょっとこうね、これね、依頼品なんですよ。さっき直ったばっかりなんですけど、実はですね、同じ人からですね、同じ人っていうか、なんだ、ちょっとね、お稽古のお稽古ってこと、確かね、長唄とかね、なんかそういうようなね、踊りじゃないかったような気がするんだよね。多分長唄みたいな、ね、そういうののお師匠さんなんですよ。で、私のお客さんというか、週2のね、お客さんでは一番古いお客さんですね。一番古い部類のお客さんなんですけども、以前カセットのね、テープ自体ね、自分のお弟子さんのを撮ったね、カセットテープ、これがね、壊れちゃったんで直してくださいっていうことで受けたこともあるんですね、テープ自体ね。結構ね、何年か前からですね、この TCM シリーズのやつを、直してました。だいたいね、その人はね、 TCM-59 っていうのをね、いつもね、なんかお弟子さんのやつとかね、でこう直してくださいっていうこと来るんですけど、今回はね、だいたい6台ぐらいっていうことで、全部TCM-59 っていうことでね、で非常に安く受けちゃったんですよね。まあいろいろとね、こうお世話になってるのもあるんでね、まあお稽古のあれで、みんなね、結構ね、お年寄りが多くてね、なので IC レコーダーとかそういうのはね、なかなかね、ちょっと馴染めなくてね、やっぱカセットテープレコーダーなんですよ。でちょっとお年寄りばっかりなんで、なんとか安くって言われててね、それでちょっと安くしちゃったんですけれども、そしたらですね、その中にですね、この TCM-IC100 が入ってたんですよ。これやったことなかったんでね。で結構ね、これね、複雑です。中もそうなんですけどね、一番ね、厄介なのはね、こう組む時なんですよ。まあ今こう見せないですけども、基板とメカをですね、最後にガツンと組むんですよね。その時にこの構造的にね、ちょっとね、無理があるんですよね。ここにこう穴が開いてて、そこにイヤホンのやつがこう刺さるんでね、こういう方向に入れなくちゃいけない。だけれどもですね、これ見るとここもね、引っかかるんですよ。で通常他のやつなんかはね、ここの部分切りかけてて、ここがないんですよ、上側。なのでガツンとこう入れてこうシフトするんですね。こう入れてこうシフトするとちゃんと入るんですよ。でここはないんで、こうガチャッとこう入りやすいんですよ。ところがここがね、あるんで、ここの穴に入れながら、かつここのマイクとイヤホンのと、まあカウンターの穴に入れつつなんでね、非常にこう組みにくいですよね。はい、そういうものですね。ちょっとね、作り方間違えてるんじゃないかと思うんですけど、メンテナンスっていうか、作る時最後に組む時、非常に苦労するんですよね。はい、でこれはまあ
面白いのはですね、これ再生とか停止とか録音、ここスイッチありますよね、スイッチがあるんですけど、こっちにも再生早送りとか録音があるんですよ。でこれやり方はちょっとよくわからないんですけど、調べてないんで、こう IC ここはね、要するに、まあ、TCM シリーズなんかでもあるんですけれども、あのね、要するにメモリーにね入れちゃうんですよ。これ見たことなかったんですけど、これ IC メモリーで出てて、テープ、まあこれインジケーターですね。で要件選択とかですね、これ巻き戻し早送り Q とかね、そういうのがついてるんですよね。それで区切りとかね、これ秘密とかもあるんでね、これはね IC レコーダーに、あ、これ IC レコーダーって書いてあるんじゃん。ここは IC レコーダーって書いてありますよね、これね。なのでこれは TCM IC レコーダー、なんか複雑ですよね。これ今はちょっと思ったんですけれども、これもしかするとですね、 IC レコーダーに IC レコーダーとテープレコーダー、これが一体になってる機械なのかな、ハイブリッドなのかもしれない。TCM のシリーズの中ではね、あの10秒とか、8秒ぐらい IC のメモリの中に入れてですね、何度もそこだけ繰り返すっていう機能の持ったものもあるんですよ。それは語学なり、こう会議の録音をテープ起こしなんかするときにね、こう再生中に一回ポーズをかけるとですね、そのポーズをかけるよりも、8秒とかですね、前の8秒とか5秒とか設定できるんですけど、前からのやつをぐるっと繰り返すんですよ。そういうのがあるんですけど、それじゃなくてですね、これは IC レコーダー、完全にここの部分 IC レコーダーですね。だからテープかけながら録音すると IC メモリ上にこう録音できてですね、それを聞き直せる。で件数とかですね、日付とかで管理ができるような感じなんだと思います。あまりね調べてないんでね、もしかすると違うかもしれないですけれども、まあそんなようなやつですね。またね、こういうのあってオークションで出すときにはちょっともう一回ね、この使い方は調べますけれども、ね、直し方はね、直し方っていうか直したんですけれども、これはサービスマニュアルはありませんでしたね。取説はちょっと見てないかな、わかんないけど、こんな感じになってますね。はい。なので、多分ね、IC レコーダーとテープレコーダーのハイブリッドですね。これ珍しいかもしれない。この後はテープレコーダーの部分は、ソニー作ってないと思うんで、ちょうど、まあ、これから、まあ、IC レコーダーに移っちゃうんだろうと思うんですよね。なんですけど、移りきれない。テープレコーダーから IC レコーダーにもしかすると完全に映る狭間っていうかですね、ちょうど境目なのかもしれないね。で IC レコーダーだけだと売れない、馴染みがないから、それでテープレコーダーだけだとちょっと売れないっていうような感じの時期なのかな。それでハイブリッドにしちゃってるのかもしれない。はい、ということでちょっと音だけね、ちょっとね、ラジオとかついてないんですけど、ここに、これはね、単イオン電池です。単イオン電池、小さい単イオン電池。これがね、2個入るんですよ。はい。そうするとですね、こうやって日付の設定とかですね、初期設定が出てくるんですけど、この辺はちょっとよくわからないんで、今回は飛ばしましてね、これテープを入れて、これはね、リバース機能ついてないんで、片側だけですね。はい。再生。あ、これ、あ、2倍モード。これ、テープが、2倍。要するに、こう、速度がね、半分ですね。非常に遅いです。これ、標準はこれですね。小さいです。はい、こんな感じね。
ック2倍に。はい、ということでこの、ソニーの2005年 IC レコーダー TCM-IC100 っていうものを紹介しました。面白いなと思う人だけで結構なんで、チャンネル登録してください。他にもね、いろいろと、まあ、中とかね、そういうのも紹介したりなんかしてますんで、ぜひですね、面白いなと思った人だけで結構なんで、ね、まだね、紹介しなくちゃいけないのがちょっとたくさんあるんでね、この辺に終わりにしたいと思います。はい、ナオリンでした。失礼します。